はい、こんにちは。今日はですね、見てわかる通りギターです。はい、ギター、別に弾いて演技するわけじゃないんですよ。演奏する、そんなに。はい、何かこちらですね、はい、紹介するのはヤマハのギター FG170-170 です。はい、こちらですね、ヴィンテージなんですかね、古いギターです。はい、FG170 になります。はい、この FG170 ですけれども、発売は、1972年6月ということで、私が生まれる前ですねからあるギターになります。ちょっと家にあったんで引っ張り出してきました。そしてですね、これフレット綺麗になってたと思うんですけど、フレットがもうすり減りまくってまして、ビビリビビリのもう弾ける状態じゃなかったので、自分でフレット変えてみました。はい、そんなギターのフレットなんですけども、まあエレキの方もちょいちょい減ってきてますけれども、もうこんなレベルじゃなく減ってました。そしてね、あの楽器や島村楽器なんかに聞きますと、フレット交換3万4万普通にかかるということで、まあ自分でやってみようと、これはダメ元でもいいからやってみようということで、ネットを頼りにですねやってみました。フレット自体はですね、大須にある、名古屋大須にある ESP のお店、あそこカスタマイズでギター作ってくれるところなんですけれども、そこに売ってました。フレット単体で注文してですね、それを切って、この元のあったフレット抜いて、そしてトンカントンカン打ち込むというような作業をやりましたので、ブログに書いてますので、よかったら見てください。はい、綺麗になってね、ちょっとまだビビりますけれども、まあじゃないでしょうか。というと、あとここですね、はい、このブリッジのところ、ここも削りまして、弦高を下げてます。すごい弦高が高くてですね、弾きにくかったので、はい、弦高結構下げてます。ということで、
ということで今日はですね、はい、こちらヤマハのギターです。はい、ヤマハの FG170 を紹介いたしました。はい、そしてこちらフレット貼り直してます。はい、そのやり方経過はブログの方で書いてますのでご覧ください。ギター上手くなりたいですね。はい、どうもありがとうございました。